やっほー。今めちゃめちゃ急ぎでメイクしてます。あ、なんかあんまり体調がよろしくなくて、今日仕事あったんだけど、仕事終わって帰ってきてから寝てたので、トークポートまでに元気になろうって思って寝てたら、めちゃめちゃ時間ギリギリになっちゃって、1秒前まですっぴんでしたちょっと頑張りまーす。で、ちょっとあんまり元気じゃないので、ちょっとラジオ配信でちょっと15分経ったら終わりにしたいと思います。今日はこのあと9時からね、トークポートがあるので、トークポートは元気なのでよろしくお願いしますトークポートはとても元気なのでよろしくお願いします。ちょっとトークポートのために配信ちょっと15分で終わりにします。もうね、死亡してた。仕事終わってお家帰ってきて死亡してましたそう、それでやば、何もメイクしてないっていうことで、1分前までドスッピンで、今めっちゃ大急ぎで、めちゃめちゃ多いすぎでメイクしていますっていう感じです。こんばんは。みんな今日も一日お疲れ様です。今日も一日お疲れ様です。頑張れ、ありがとう。トークポート楽しみだね。トークポーツ、トークポーツ。そう、確かにトークポートすごい久しぶりな感じするわ。いつぶりなんだろう。言うてそんなじゃないのかな。言うてそんなじゃないのかな。なんかすごい久しぶりな感じしますね。でも久しぶりな感じ。トークポートって今どんぐらいの頻度でやってるの？やばい、めっちゃ濃くなった。泣きたい。時間もないのに時間もないのに、時間もないのに、めちゃめちゃ適当になってしまっている。助けてー、助けて、止めて。え、そんなことある？月にもやってったんだ。意外とやってた。なんか毎回久しぶりに感じる。とても毎回久しぶりに感じるのは気のせいだ。こんばんは。お腹空いたな。みんな元気？体調崩してないですか？自分がやることじゃないっていう。お腹
話なんですけど、開かないんだけど。自分は元気です。お、いいですね。元気が一番、ガチで元気が一番。もうそれさえあればね。頭痛、ねえ、でもやっぱ雨とか降ったりとどうしても頭痛しちゃったりするよね。みんなも大事に、皆さんも大事に。低気圧とかはね、本当にやってきますから。来ますからね。逆に寝すぎてやばい。逆に寝すぎてやばい。寝すぎもなんかさ、寝すぎってめっちゃ体疲れるよね。まあ、ひなはそれでも寝てたいけど、体が疲れるとてひなは寝てたいタイプですけど、寝すぎって疲れるよね。わかる。ポートの後ゆっくりです。ありがとう。今日はたくさん寝ますって言って、昨日もたくさん寝たんだけどね昨日めっちゃ早く寝たな、ガチで。昨日早く寝すぎ、本当に。昨日はね、多分結構リアルに、でも本当に日が変わる前に多分、まあ、でも何回か起きたけど、日が変わる前にあのちゃんとあの夢の中入った。やばくない気じゃないや、日が変わる前にベッド入ったとかじゃなくて、日が変わる前にちゃんと夢の中に入った。プロじゃない、もうプロ。そうです。プロになりましたで、4時ぐらいまで寝た。あ、間違えた。早速4時はもう仕事してた。2時ぐらいまで寝た。だから結構寝ましたね、昨日は。2時ぐらいまで。昼の2時ね。14時。14時ぐらいまで寝ました。2時間以上寝てるじゃん。そうだよ、それが私です当たり前じゃないですか。もうそれがひなの当たり前なんで言っときますけど、もうここまで来たらみんなも驚かないでしょ
暑すぎる本当に。暑くない？でもなんか外ムシムシしてなんか気持ち悪いね。気持ち悪い天候だね本当に。ここ最近の天候が。職場のクーラーガンガンに冷えてます。うわ羨ましい羨ましい。でもひなもレッスンの時はクーラーガンガン。踊ってるしねそれはそれはそう。まだひなはクーラーと出会ってません。自分のお家ではできるだけ我慢。今はこのハンディファンで毎日生きてます。ハンディファン。でもなんかさ顔がさ涼しいだけで結構さなんか涼しい感じしない？体が熱いのあんま気づかない。顔が涼しいと。ん？間違えた。ん？そういうこと。間違えてなかった。顔が涼しいと暑いってことあんま気づかない。今だけかもだけど。ね。やばいよやばいよ時間ないよ時間ない時間ない時間ない。押しちゃった。あ、大丈夫。頑張れ。頑張れ。まつげもあげたいけど、とりあえず配信終わらせよう。とりあえず配信を終わらせます。お腹すいたな。みんな今日何食べたの？もうひなは自分が美味しいもの食べれないから人の美味しいもの話聞いて幸せになるって決めたんだ別に美味しいもの食べてるけどね普通に。食を我慢してるわけじゃないから。そうだから普通に全然美味しいもの食べてるんだけど。あでもみんな美味しそうなの食べてるね。羨ましいですわ。みんな今日ローソンのなんだっけサラダチキンの照り焼き味食べました。美味しいね。普通に美味しくてびっくり。いいんですかこんなに美味しくてって感じ。何ですかこんなに美味しくて。って感じで。ね。美味しかった。よし、じゃあちょっと配信短くて申し訳ないんですけど今日はこれで終わりにしたいと思います。この後9時から
トークポート撮ってくださってる方、お待ちしてます。楽しもうね、楽しもうね、楽しみ。メイク終わらせて頑張ります。では皆さん、後ほどトークポート来てくださる方、後ほどありがとうございました。ランキング見ます。13位あらあらさん、12位ひろゆきさん、11位かねちゃんさん、10位たけめるさん、8位9位ドラゴンさん、8位正代さん、7位ましおさん、6位 ARK さん、5位埼玉のおじいちゃんさん、4位ゆうとさん、3位つるさん、2位アンドゥさん、第1位ケンワンさん、ありがとうございます。はい、ということで皆さん、トークポートこの後よろしくお願いします。来てくださる方、ではおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ、ありがとうね。